なんか BGM がダブルス仕様になってますね。うん、まあそこは置いといて、今日はねシーズンマッチやっていこうと思うんですが、超ゴマ追加されたじゃないですか。何だったっけ名前、そうフレブが追加されたんで、このフレブをね使ってシーズンマッチやっていこうと思うんですけど、こいつを生かせるデッキって多分ね耐久寄りのデッキだと思うんだよな。うん、守る系のデッキで生かせるんで今日はねシーズンマッチでやっていこうと思うんですが、魔のアタックと HP が上がってるってことで、マナグリとかねマフェリとかそういうデッキが多いと思うんですけれども、あとはねヌラリオンで、ヌラリアポロン、この辺に対して強いデッキを開発した。 S5 のシエンティア、ウケティアですね。まあ完全にね防御はほとんど捨ててます。キーマモンぐらいしか防御入ってなくて、あとはね守りに特化したデッキ、守りっていうか間違えた、回復に特化したデッキですね。まあ、吸収とで、あとは回復ですげえ体力を維持しようっていうデッキです。このデッキねちょっとね試しにフレンドと何回かやってみたんですけど、強いと思う。多分アポロンに対しては、アポロンとかヌラリとかそういうデッキに対しては強いと思うんですけど、他のデッキに対してどうかわからない。殴りパとかきついかもしれないですけど、このねフレブ、今の新超ゴマフレブがスキルがねリボーズってことで2ターン1500回復で、さらに 20% デバフで、コンボスキルがこいつね日常フレイヤーかあれと一緒ですね。あいつのスキルと全く一緒で2000の特殊と1500回復ってことで、これ強いんじゃね、体力維持する上で最強クラスの駒なんで、こいつを入れたシエンティアならね全部攻撃受けれるんじゃねえかっていう魂胆で作ってみました。で、あとは言わずもがのねトゥールラッキーマモン、この最強の2匹と、あとこのねあんまり使われてないですけどパンドラ、これもね HP アートにおいては最強クラスのアートを取れる駒なんで、こいつら入れたデッキならね多分体力減らねえんじゃないかなってことでねやっていこうと思います。まあ俺はね今日は、耐久っぽいデッキ使うってことで冷静な暗淡でやりたいと思います。いつもの発狂が見たいってやつはねちょっとね物足りないかもしれないですけど、早速シーズンマッチやっていこうと思います。いくぜ、マフェリね。もうマフェリはねアンチヒールさえ来なければいいわ。もうね今ね実を言うとこの駅最強かと思ってねやってたんですけど、めちゃくちゃアンチヒールにやられてる。なんでそんな入ってんのくらいアンチヒール出されるんですけど、よく考えたらね今日ね暗黒も多いんでね普通なんですよね。うん、全然普通だった。むしろ入れた方までいいがある。ん、なんか日本歌詞、入れた方がいいとまである、ん、いいまである、入れた方がいいまである、合ってるな。いやーきついよこれマジで。今なんかさアンチヒールに4連敗ぐらいしたいや弱くはないはずなんですよこのデッキ。無駄なことだ。ただアンチヒールがね辛い。うん、トゥーララ先かな。よいしょ、ここマフェリなんでトゥーロラの特徴をねなるべくね食らないようにこっち置いておきますわ。ここ絶対マフェリなんで OKOKOK で、ここで今のところ体力差ついてる。そうでもないわ、ヒロシ。いやこっちだ、さすがにこっちだ、これが一番強いんで。ここの受け持ち最強クラスに強いからな。はいはい、で攻撃、これ強いよな普通に。この受け持ちアンチヒールさえ来なければこれでいいんだよ。うん、こっちから、ここでリポーズだな。さっきリポーズって言ったけど違う、リポーズだな。リポーズ使うことによって体力見て減ってない。まあ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 、こいつ削れるから罠も剥がせる。 OK、 最初で罠剥がして削りに行くと、この時に削りが少ないからね、こうやってねコンボで削っていかないとね、ただ受けてるだけで耐久と一緒なんでね。それマイティでしょう。
全然よく、よいよいよい、それは良き良き。リキーマンも打てるんで、ここは一回罠剥がしますか。まあ2000ぐらい出るの痛いけどな。3000ぐらい来るか、マイティで。うん、3000ぐらい返ってくんな。痛い。まあその分回復するから、よいしょ。体力はねめちゃくちゃ維持できてる。大体角から埋めてくるから、俺も角金馬か。だから角金馬行って、これ繋いじゃうかもう。これ次、さあ軽く頭を使いましょうか。いや待ってよ、いいわ金馬だな。総ダメージ防がないと負けるマジで。よいしょ。でリポーズでこれで2000ダメージ出しながら回復もしていった。それワンチャン死ぬんだが、開けても開けても物足りない。これマフェリー受けるしかないな。さすがじゃさすがに受けない。てかこれ多分次倒せるわ。これ倒せんにしても大丈夫だ。こいつつなげば回復するから多分大丈夫。マイティのコモで飛ばせんくなると思うが、微妙だなこれ。こいつで1,2,3,4,5 2500の飛ぶか、飛ぶな多分。これ飛ぶわ。本当はリポーズ使いたかったけど飛ぶわ。これ飛ぶ飛ぶ飛ぶ。オーケー、勝ったー。強くね。アポロンだ、来たぞアポロン。この敵アポロンには強いのよ。いやーこれベルトかなー。これいらん。いやー回復1枚失った。結構強めの、しかも削り側の回復が。まあ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 、なるほどね。受け持って使ってもいいんじゃないって思ったけど、ベルトリーはそんなに受け持って使う場面ないまだ。受け持ちでもよかったな。うん、結局回復オーバーいらなかった。踊るね。どうしよっかな。守護か、守護だよなさすがに。いやこいつ置いてもいいのか。リポーズ、本当はコンボあるときに使いたかったけど、いいわ。贅沢は言ってられん。加工か。いや加工ってもいいけど、プーロラじゃねこれ。ここに全然漏れるよな、まだ。うん、それでも相手伸ばしてきたらだるいけど、多分さすがに C1 でしょうねこれは。うん、やっぱり C1 のその罠弱くない。受け持ちゲーミングできるぞこれ。ブラジーいいな、ちょうどいい、ちょうどいい駒が来た。まあ、マイティか、マイティ1500だからな。こいつのコンボ動作開けとくか。で X 打つと2枚返しされて、きついんですよね。だからもうこっち行きますわ。よいしょ。
つい金馬かな。相手もう繋ぐしかないのよ、そこ。そっちか。まあ、なるほどね。これもうさ、こっちでよくない？もう金馬配置しといた方が強いな、この場合は。で、2枚。で、相手カード来る。カード来てもこれ大丈夫だな、まだ。全然いけるわ。そっちサニアか、それだるいな。そのサニアだるいな。取るわ。発電取ります。で、カードに罠か。じゃあまあ一応回復しとくか。これリリティだろうしな。よいしょ。アポロンにはめっぽ強い。なんだこれ。アポロンには強い。飛ばん飛ばん。全然大丈夫。しかもね、この後相手まだ飛ばせないんですよ。ここでできた。リポーズ使えたコンボの。ほらほら、飛ばないし、ほら飛ばせると強くない。いや、こういうデッキにきついと思うよな、アポロン。よし、もういい。もうダイヤ A でもいい。もういいんだ。もうね、暗黒と当たんなければ何でもいいわ。もうもはや暗黒がね、もう多すぎて、もう無理、マジで無理。どうしよっかな。いや、本当にきついよこれ。もう人格破壊されるぐらい負けてるからな。もうなんかね、暗黒がね、もう絶対勝てないのにね、暗黒しか当たんないの。運営バサとやってんじゃねえのってぐらい、なんかね、マッチング辛すぎる本当に。なんか暗黒しか当たらん。なんでだろうこれ。こんなことあるってぐらい暗黒に当たる。この世の終わりかってぐらい暗黒が当たるよ。いや、トゥーロラかなこれ。うん、そうだな、トゥーロラな。どうせ罠置けないから、次はこれ入れていいでしょ。まあまあまあ、これしかない。よいしょ。で、ドクト。いや、ドドっていくしかないんだよ。うん、それしか勝ち目がないから。もうマフェリー、よいしょ。ベルトか。ベルトならパンドラでも先投げた方が強いんだよな。うん、パンドラ先投げた方が強いわ。こっちの方が回復できるし。よいしょ。吸収と回復で毒。これだいぶアド取ったからな。これで8000ぐらいアド取ってるからな。こっからまくられたらマジでやばいよ。このアド取り返せるか相手。キーマ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 頼む。エソ引きたい。ファヌエル君は弱いマジで。まあまあ、でもこいつか。でこれで削りながら回復も入れて、よいしょよいしょ。これ1万のアドあんだから、こっからまくられてやべえかなマジで。ミラか。オッケーオッケー。ちょうどね、手駒はね、回復しないターンに入ってる。よしよしよし。本当はメルディシア投げたいけど我慢だ。うん、ファネル君だな。ここのファネル君強いからな。ミラだもん、絶対にミラ来るかと思ったから。次ロックか。いや、そのキャー強くね。いや、おかしくね。こっからまくられるの体力。金もあるからまだいけるか。金馬2回つなげばいいけど、ロックでまずマナを出させない。いや、マナ出させてもいいのか。
いやきついな俺マジで。それは爆ね、やられた、終わったそれは終わったわ。決まったしかないなこれ。いやきっつくね。じゃあロックじゃなかったわ、メルティシアでよかった。きっつ、思い通りに惑わされる。いやまだいけるぞ、まだいける。あんだけ1枚のあだったんでこんなに少なくなってる。ファネル君1枚じゃ無理だよなこれ。でもまだ安心できる、こいつがいればここの動線は。いやでも多分普通に大丈夫。耐える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 。ファネル君舐めんな、舐めんな、舐めんな、舐めんな。呪いも来ても大丈夫、大丈夫。一番火力出るのが大丈夫。毒があるから8や。あぶね、これ勝ったろ。ファネル君助けて、ファネル君やったー、勝ったー趣旨が違う、勝ちがこんなに嬉しいだなんて。はい、このデッキね、一定のデッキには強いんですけど圧倒的に暗黒に弱いのと、あとね、なんかアタッカーいらんってやっぱダメだな。なんだかんだ最後削りが足りない部分もあるんで、まあ、シエンティアね、ちょっと難しいんですけど、またちょっと調整しながら使っていきたいと思いました。だってね、今日の補正では合わないよ、多分。うん。マナー HP 上がってるけど、アタックも上がってるんでね、マナグリも結構きついんですよ。マグリパワーもきついんで、まあ、シエンティアにちょっとずつまた研究して、より良いシエンティアを作っていきたいと。まあ、シエンティアもね、多分、今からね、なんかシエンティア強化のコマがね、パンドラだったり、まあ、トゥールラもそうですし、今のねフレブだったっけ、こいつもそうですけど、最近、まあ、こいつらがねなんかすっげーあからさまなシエンティア強化感があるんで、まあこいつらをね使いながらシズマやっていきたいなと思いました。シエンティアでね、なんかね難しいな、シエンティア。なんか毒の上がりが遅いのと、やっぱね他でもダメージソース結局いるって考えたら、シエンティアじゃなくてヌラリでよくれってどうしてもなっちゃうんですよね。ただまあ神10枚じゃないと発動しないパンドラとか入ってるんで、まあ、その辺は使い分けってところでね、まあちょっと研究しましょう。シズマでやったら間違ったかもしれない。完全ダイマスから落ちるまで、ね、暗黒に当たり続けました。運営さん、これがね偶然だというのならば、それを証明してほしい。マジでね、なんかシエンティア使うと暗黒しか当たんないんで、もうねここまで来るとね、なんかねリーダーによってなんか当たるデッキ決まったんじゃないのみたいなぐらいね思っちゃったもん。俺も本当にね今日はね発狂しながら沈まさせていただきました。まあちょっとダイマス戻しとくわとりあえず。じゃあお前ら最後にチャンネル登録よろしく。じゃあな。